こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアですね。こちら新しいガチャが加わりました。2月28日金曜日11時59分までということで、勇者のグルメ、糸割りや食機構ピックアップ召喚というのですね。レアリティが高いのはなんだ、このマチコリョウっていうのは、であと森、星4は森のキリン、この2人がピックアップ高く評価されている。これがリョウですね。リョウって誰だろう。サチハラグラフティ、お、しかも物語を加わってますね。来年お待たせってわけです。美味しそう。すごっ。おいしいでしょ。なるほど。グルメの話ですね。勇者のグルメ、糸割りや食機構ということで、クエストとおそらくさっきの10回ガチャがあるってことですね。この辺はいつも通りですね。何使いも分かんないし、シーナ、サチハラグラフティで、コンテンツ限定の限界突破素材は対象はこの通りですね。色変わる気いいですね。この中で言えば、私に何かできることはありますか？なんかこの声聞いたら後藤優子さんに見えたんですけど、実際は佐藤里奈さんということですよね。勇者のグルメ、エトワリア食機構ということで、なんかおにぎりとかクッションがいろいろ食べ物になってる感じですよね。ちょっとなんかご飯の中に埋まってるし、この栗みたいなのもちょっと怖いです。ひとまず今回はメインとして召喚をやりたいと思います。初回10回召喚ですね。開きますよ。これも新しいデザインやな。お、星4以上来るよ。星4のなでしこ初登場ですね。いや、これもなんかデザイン変わってますね。うらら迷路町は新デザインなんでしょうか。風鈴、うらら迷路町多いな。
変な星四。戦国カムイもなんかデザインこれ変わったような。星四以上来た。ああ星四。E の水波ステラの魔法。なんか服破けてますね。一応星カナン、これも一応星花か、変わってますよね、デザインがチェンジ。戦士の鏡原なでしこです。まだ始めたばかりだけど、趣味はキャンプです。キャンプのノウハウを生かして戦うよ。あとは晩御飯作りもお任せあれだよ。なるほど。 E のミナハ、アルケミストよ。こっちの世界でも本田玉城に負けないために、そして何よりアイリス先生に認めてもらうために。次回も頑張ります。飛んだ、忘れてた。いつでも来てくださいね。あ、金子さやかなんだ。けなって。ステラは魔法の時は登録とか、あの登録はともかくイベントとか出てなかったんだな。キララファンタジア始めるわよ、本田玉城。今日ライバル役だったってことですよね。お、ソナ飛んでます。デザインは変わったけど、多分そのカードの機能は同じなんでしょうね。今夜はお月様が綺麗ですね。はい、というわけで、勇者のグルメエトワリア食機構ピックアップ召喚をお送りしました。星音が2つ、まあまずまずかな。星音1つが多いですからね、まあ、本音は星が欲しいですけど。ひとまずここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。